とにかく、まあ、完璧無敵最強超人のリーナ君のことをね、カリスマです、はい、1人、3つ、一周ねコロ、サト、ナナ、ルジェルでこう一周どんどんしていきます。ポンポン、はい、ここポンポン、ここのリズムでねどん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 褒めていきます。いきますよ。褒めるね、はい、で俺たちが褒めた一言に対していいリーナ君からもちょっとリアクションね、どんどんもらって、評価してもらってみましょう。はい、はい、いきますよ。はい、じゃあコロちゃんから、ね、はい、いきます。はい、はい、ポンポン、パンパン、手洗う石鹸を洗顔で使う、はい、ポンポン。ちょっと待って、止めて、よくたくさん寝れる。ちょ待って、ココリちゃんどういうこと？たくさん寝れること。たくさん寝れる。赤ちゃんへの褒め言葉なんですよ。ココリちゃん歯磨き粉で顔洗ってた今。やってないです、そんなこと。いつの日か俺それコレンに言ったやつや、俺が。よっしゃ、いきますよ。なんか聞いたの。じゃあもう一回ね、ココリちゃんからいきますよ。はい、ポンポン。ちゃんとやろ、ちゃんと。身長低い。はい、ポンポン。ちょ、止めて。褒めろって言ってんの。いや、可愛い、可愛い。スタートが外れない。褒めれてないもん。可愛いも入れ込んでもらわないと。低いだけですから。あ、身長低いから。可愛いやったら。で、可愛いなのね。うん。最初いきますよ。あ、そういうことね。もう、コレちゃんスタートダメやな。ジェルル、ナナモリ、サトミ、コロネ行こうか。じゃ、ジェル君。あ、俺ちゃんとやる。オッケー。ジェル君から、ポンポン。クリエイティブ。ポンポン。ポン。いいよ。声が可愛い。ポンポン、椎茸将棋強い、ポンポン、ストップ、ちょっと止まる、ちょっと止まる、椎茸将棋強い、はい、次さとみくんよ、はい、ポンポン、ポン、呼んだらどこにでも来る、すごいやつみたいな扱いすんじゃねえよお前、はい、じゃあまだまだセーフです、はい、ポンポン、セーフこれ、ガリガリすぎてスタイルいい、はい、ポン、褒めてねえんだからそれ、ジェル君、食費がかからない、ポンポン、身長持ってる、何、お前褒めてねえんだよだから、なんて、身長持ってる、あーいいね、ポンポン、あーじゃないんだよ、犬が可愛い、ポンポン、俺のこと褒めてないからねそれ、ね、猫も可愛い、ポンポン、俺のこと褒めろって言ってんの、20時間寝れる、寝れねえよ、嘘だよそれ、妹が素敵、いねえよ妹、いねえって、いねえって、いない上に自分のことじゃないって、実年齢非公開じゃないから俺、違うから、公開してるわ、35だわ、いや、そんなことないよ、35じゃないです、はい、ポンポンポン、イケメン、ポン、いいんじゃない、よく寝れて可愛い、さっきも言ってた、さっきも言ってた、赤ちゃんへの褒め言葉や、赤子への褒め言葉や、いやそう、いいこといいこと、ポンポン、はいはい、つけ麺、はい、ポンポン、何言ってんのお前、つけ麺、つけ麺、ラーメンっつったからさ、ナー君がさ、言ってないか、イケメンっつったのか、いや、ラーメンって言ってなかった、はい、ポンポン、俺か、いや、俺かじゃない、終わり、4周目行くな、4周目全然褒めてない、嬉しい、ということでリーネ君、今回欲求不満はどうですか、どうですか、良くなって満たされたかな、満たされた、いい感じ、より欲求不満になったわ、承認欲求はどうや、最悪だよ、あ、よかった、ははじゃないんで、お前らそれはよかった、満足してくれてるんだ、さとみくんがいつも楽しそうなよ、おめでとうございます、さとみお前何楽しそうにしてる、いや、ね、まあ、ぜひねリスナーさんね、ツイッターでリーナ君のことをねよしよししてあげてくださいね、リスナーさんだけだよ、365日君のそばで